三浦義村は、鎌倉時代初期の相模国の武将。鎌倉幕府の有力後家人、官務兵士吉文流三浦氏の当主、三浦義純の次男。三浦義村が初めて資料に登場するのは、東鏡受英元年8月11日上である。源の頼朝室の安山祈願の祈祷のため、伊豆、箱根の両権元と金国の寺社に、 法兵士を立てた記事の中に暗望登場へ使わされた死者として三浦平六という名前が見える。これが吉村である。また、元略元年8月には源の範頼を総大将とする平家追悼軍に父、吉住と共に従軍。これが資料で確認できる初めての従軍となる。なお、厳平聖水期37巻では、 この追悼軍の構成について、15、16派将、17以上派下上落、と非定めたりとしており、参加資格は17歳以上であったことがわかる。歴史学者の高橋秀樹は吉村がこれ以前に従軍した形跡がないことから、この年に17歳になった可能性が高いとして、少年を、任難三年としている。その後も、文治元年10月には、 頼朝の勝ちちちょうように愚部、同三年八月には、鶴岡八万宮の法上会でいてを務めている。そして、研究元年の頼朝上洛にやはり父、吉住と共に愚部し、父の勲功を譲られる形で、右平営に任官した。研究十年、頼朝が亡くなると、幕府内部における、権力闘争が続発。その中で、三浦義村は、 中心的役割を果たすことになる。その手始めは、梶原景時の変である。侍どころ別当として御家人たちの行動に目を光らせる立場にあった景時は、結城智光の御所での発言を、無本の証拠であるとより家に残言。窮地に立たされた智光は吉村に相談。吉村は、和田吉盛、足立森長と相談の上、 影時を排除することを決断、有力五家人六十六人が連署した、影時球団訴状をより家の側近、大江広本に提出。影時を惜しむ広本は当初は躊躇するものの、最終的にはより家に言性。これにより影時は失脚して、所領の相模国一の宮の館に退いた。さらに、翌正月、影時は一族を率いて、 上落の都に着くも駿河国清水関にて、在地の武士たちと戦闘になり、着死、影末、次男、景高、三男、影持が撃たれ、影時も、付近の西名の山上にて自害することとなるが、この事件に、吉村が関わっていたという記述はない。また、元旧二年の畠山重忠の乱でも吉村は、重要な役割を果たしている。北条時政の五歳。 牧の方の娘婿、平川さ宮やの残祖により、畠山茂田だと、着死、茂康に、無本の疑いが浮上。実勢は二人を成敗することを決断。6月22日早朝、稲毛茂成に招かれて、鎌倉にいた茂康を、由比ヶ浜で取り囲み殺害したのは、吉村の命を受けた、佐久間太郎らだった。 さらに武蔵から手勢百数十機を引き連れて、鎌倉に向かう重忠を撃つべく、討伐軍が編成されると、吉村の参加。両軍は、二股川で合戦に及び、四時間余りの激戦が繰り広げられた後、重忠は、愛子を末高の放った矢に撃たれて、討ち死に、重忠の死を知った、重秀以下も自害した。しかし、 事件後、無本の企てはでっち上げであったことが判明する。そして翌23日夕告、討伐軍にも加わっていた、稲毛茂成夫子、新外茂友夫子は茂忠を落とし入れた首謀者として、吉村らによって中殺されることとなる。茂忠、茂成、茂友ら秩父一族は、かつて、絹笠城の戦いで吉村の祖父吉明を撃った、仇でもあった。 県略三年二月、北条義時を排除しようと企む、泉親公の無本が露見。吉村のいとこで、侍所所諸子であった、和田義盛の子息、吉直、義吉重と老いの種長が、関係者として捕獲される。その後、子息の二人は配慮され斜面になるが、義盛は、三浦氏を含む一族を挙げて、老いの種長も斜面を混成した。だが種長は、 死亡者格と同等として許されず、流罪となり、さらに種長の屋敷は没収された。そのため、北条氏と和田氏の関係は悪化。吉森は親族である、三浦一族など、多数の味方を得て打倒北条の決起をする。しかし吉村は直前で裏切って、吉時に吉森の挙兵を告げ、御所の護衛につく。戦いは吉時が、 将軍源本、佐根友を擁して、多数の御家人を集め、吉森を破り私は滅亡した。合戦後、論功交渉に際して吉村と、旗の忠綱が満所前の合戦における戦闘を、巡って言い争うという一幕もあった。憲法7年1月27日、将軍佐根友が苦行に暗殺される。苦行は吉村に対し、我こそは、 東国の大将軍である。その準備をせよという書状を持った使いを出し、吉村は、お迎えの使者を差し上げますと偽って、打ってを差し向けた。待ちきれなくなった苦行が、吉村宅に行こうと裏山に登ったところで打ってに、遭遇し、激しく戦って振り払い、吉村宅の兵を乗り越えようとしたところを殺害された。苦行の乳母は、吉村の妻であり、 この駒若丸は、苦行の門弟であるなど吉村との縁が深いことから、事件は苦行をそそのかしてネトモと義時を同時に、葬ろうとした吉村が黒幕であるとする説もあるが、吉時が苦行を裏で操ったという説や、将軍震災を強め、後鳥羽上皇との連携を目指したネトモを義時と、 吉村が手を結んで排除したとする説、幕府転覆を望む後鳥羽上皇が黒幕という説もあり、またそれらの背後関係よりも、苦行個人の野心に最も大きな要因を求める見解もあって、真相は明らかではない。吉村は、苦行討伐の行により、同年、駿河守に任官した。上級三年の上級の欄では、 ケビー氏として在京していた弟のタネギから決起を促す書状を受け取るものの、吉村は死者を追い返した上で吉時のもとに向い、平方眼だネギが今年3年計重して死も、樽上ご覧ぜよとことを吉時に通報するという行動に出る。その後、軍議を経て、出せんと決まると、吉村は、東海道方面軍の対象軍の一人として、 東海道を登り、6月15日には当時で、種木と、相対する。しかし、上級期事故寺本によれば、この際、種木は、種木を萌えへば口をしや、今ただに、がましく、あれにて自害戦と思えずれども、和殿に、産参戦とて参てこうなりと兄に熱く呼びかけるものの、吉村は、知れ物に掛け合いて無益なりと取り合わず、その場を立ち去ったという。 その後、種木は、この種連、金吉と共に、現、京都市、京区渦政の木島座、天寺住玉神社で自害した。乱収即後の戦後処理でも吉村は活躍した。幕府は、後鳥羽、土御門、淳徳の三条公を入るとし、後鳥羽上皇の後衛の、ことごとくを入る、出家、親戚降下させてその系統による行為の継承を認めない方針を取った。 そして、高倉天皇の第二王子である皇女入道親皇を、自典の君として、陰性をしかせるとともに、その三宮である、茂二王を、御堀川天皇として擁立することとした。この御堀川天皇の擁立に、吉村が関わっていることを示す資料がある。鴨社の神官である、カ常久による、鴨モ記がそれで、その上級三年七月七日城には、 駿河の神北、白川殿に参りて、宮攻め出し参らせて、拝み参らせて、どう9日後くらいにつかせきゅうと聞こゆとあり、駿河守ること吉村が、北、白川殿を訪れ、強引に宮を連れ出して行為につかせたとも読める内容。しかし、高橋は、神殿作りの邸宅は、儀式や来客に対応する表と、プライベートな奥から構成されており、この、 宮聖名だし参らせては、苦行の座あるいはデイなどと呼ばれる、来客空間にまで出座願ったということであり、その上で即位を懇願し、御堀川天皇の誕生を実現したとしている。現任元年、北条義時が病死すると、御家の伊賀の方が、自分の実施である、北条政村を執権に、娘婿の一条みみやを将軍に立てようとしたと、される伊賀市の変が起こる。 政村のエボシ親であった吉村はこの陰謀に関わるが、北条政子が単身で、吉村宅へ問いただしに訪れたことにより本意し、釈明して二心がないことを確認。事件は、伊賀の法一族の追放のみで収集した。だが、伊賀市本の風文については、失権となった北条康時自身が否定しており、あずまでも、 伊賀市が無本を企てたとは一度も明言しておらず、政子に伊賀市が処分されたことのみが記されている。そのため伊賀市の変は、鎌倉殿や北条氏の代替わりによる自らの影響力の低下を恐れた政子が、義時の後家、伊賀の方の実家である伊賀市を強引に潰すために、でっち上げた事件とする説もある。かろく元年夏には、大江広元、北条政子が、 相次いで死去する。同年12月に、執権、北条康時のもと、合議制の政治を行うための表情集が設置され、吉村は、宿老として、これに就任した。幕府内の地位を示す大番の沙汰では、北条氏に次ぐ地位となっている。上映元年の御成敗式目の制定にも署名した。四大将軍、藤原頼常は、将軍宣言の後、 三浦一族と接近するようになり、吉村は、この安村と共に近しく仕えた。そんな中、吉村は、逆人元年には、鎌倉下校以来、初めてとなる、上洛の音についた、より詰めの先人を務めている。随病36人を従えての先人だった。この上洛に随病を従えて加わったのは、午後に列した、安時。 時房と吉村のみであり、高橋は、この上落が、より常の晴れの場でもあると同時に、吉村の晴れの場でもあったと述べている。円黄元年12月5日、死去。あずまによれば、遁死、大中部。その翌月、共に、北条康時を支えた、時房も、吉村の後を、追うように亡くなると、京の人々は二人の死を建築すなわち、 言葉上皇の怨霊の仕業であると噂したという、ありがとうございます。